本当にありがとうございました。本当に本当にありがとうございました。心から感謝しております。本当にありがとうございます。本当にありがとうございました。すっごく楽しい時間でした。일본에와서원맨라이브는언제할수있을까이런생각을많이했었거든요왜냐하면이원맨라이브라는건관객이최소30명이상은와줘야가능한라이브다보니까항상꿈꿔왔던라이브인데드디어저희가2주년기념으로원맨라이브를했습니다유 우선한번더이렇게라이브에와주셔서너무너무감사드립니다근데제생각보다는조금느리게오래걸렸습니다제생각은조금더빨리원맨라이브를하고싶었는데조금더느리게한만큼조금씩더재정비를하고저희가부족한점이무엇인지한번더체크를하고다음원맨라이브때는더재밌고더신선한라이브를보여드리도록하겠습니다저희가작년7월달에이제일본에와서라이브를시작했는데요그때관객이한명있을때도있었거든요그것도저의지인친구가네근데이렇게저희가1년조금더일본에살면서가깝게라이브도계속주기적으로해나가면서이번에원맨라이브때이렇게많은분들이와주실줄은진짜상상도못했었는데정말정말와주셔서너무감사합니다저희가사실일본에서이렇게밴드로라이브도하고유튜브도이렇게할수있는건여러분들이항상응원해주고여러분들이있기때문에저희가지금도꿈을꾸면서내일내년앞으로의 BRT 일본에서의활동들어떻게할까그런좋은꿈들을여러분들덕분에정말이렇게꿈꿀수있는것같습니다정말감사드립니다이렇게고맙다는말로는다표현이안될것같고요저희가정말열심히음악잘해서좋은음악좋은라이브로여러분들에게보답하도록하겠습니다저희 BRT 의최종목표도쿄돔行きましょう도쿄돔갑시다네이게저희의 BRT 의최종목표인데요저도한번씩이걸말할때마다머뭇거리는제자신을보게되거든요또누군가는저희가이렇게이야기하면웃는사람도있을거예요네이번에원맨라이브를하게되고최근에이제일본와서이것저것여러가지일들을겪으면서느낀건데요아마저혼자였으면불가능한일이었을거예요근데지금같은 BRT 의멤버그리고저희항상응원해주시는팬분들그리고저희친구분들저희가족들일본에서만난소중한만남의사람들이사람들의힘이하나하나모여서저희꼭도쿄돔가도록하겠습니다그때도쿄돔에서라이브하는그날저희의원맨라이브나와주셨던부킹라이브하나하나그때기억들생각하면서아그때는그랬지하면서같이웃으면서즐겁게도쿄돔에서라이브시마쇼 한국말과일본말이요즘섞여서나와서요 네이해해주시길바라겠습니다네제히도쿄돔에아이마쇼本当にありがとうございましたこれからもお願いします맞아
僕たちの立春年記念ライブを応援してくださったすべての方々にもう一度心から感謝しております。本当に本当にありがとうございました。公演が終わったら、公演が終わる時なんか空虚な感じがしました。なぜかなと考えると、前のように近くてお一人お一人会って挨拶することができないという点が一番多かったです。それでもう一度感謝の気持ちを伝えるためにこの動画を撮ることになりました。リヨンで活動してから1年3ヶ月、そしてこの時期にこんなに成功したのは本当に奇跡だと思います。日本のライブハウスの関係者の方々も短期間でこんなに感覚が来るなんて本当に驚くべきことだと話してくださいました。すべて皆様のおかげです。この感謝の気持ちをお返しするためにも今の厳しい状況をうまく乗り切ってみます。あまり会えない時期なので僕たちの歌をオリジンサイトで聴けるように最善を尽くして録音中なので少しだけ待ってくださればと思います。そして構成をあふれるメンバーたちのステージ以外のさまざまな姿もいつでもどこでも見られるように頑張って YouTube アップロードしていきますので登録、いいねお願いします。最後に東京ドームでライブが行われる日まで頑張りますので、これからも見守って応援よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは、リアルキンドドラのサムスです。1周年記念のワンマンライブはめっちゃ楽しい思い出でした。自分のパフォーマンス的には頑張って準備した分、悔いの残る部分もありましたが、もっと頑張らなければと思えるいい経験でした。ライブに来てくださった皆さんも、YouTube を見てくださった皆さんにも、心から感謝しております。これからも成長していく姿を楽しみに見守ってください。もっともっと頑張って、毎回のライブに最善を尽くして、皆さんと一緒に東京ドームに行けるようにします。今日も見てくれてありがとうございます。ワンマンライブに来てくれた皆さん本当にありがとうございます。すごく楽しい時間でした。また機会があったらぜひもう一回やりたいと思います。あと東京ドームでライブする僕たちの夢にもう一歩進んだ気がします。すべてみんなのおかげさまです。これからも頑張りますので応援してください。いつもありがとうございます。こんにちは、ビアルティのキボードリックです。この前のビアルティのワンマンライブ来てくださって本当にありがとうございました。僕は、バックセッションとか伴奏者として講演したことはあるんですけど、直接チームとして出身校として講演したの、そんなに長く講演したのは初めてだったんで、すごく楽しかったです。初めて BRT として講演した時はこれができるとは全然思えなかったんで、今の僕らの目標ドキュドームで婚姻することをこれからもっと頑張ればいけると思います。はい、いつも応援してくれてる皆さんと一緒に僕でライブしてみたいです。来てくださって本当にありがとうございました。